南葛 SC の楠上純平選手、はい、あの人ファーストタッチ全部剥がすよ、ね、一緒に目ついとんじゃないかっていうぐらいファーストタッチをこう剥がしてくるのよ。2つ背後に出す楠上が来た、楠上が来た、なんとか奥出せるウィナーズ、梅ちゃんが寄せる、アップ球を出しました。長谷川に一回やり直します。トラップから前、楠上の小さなパスです。川本、楠上のワンツー、関口が左に流れてきています。真ん中で楠上、楠上はまあ前半の途中から川本と変わって中盤の真ん中にいたはずですが、そのまま中盤のセンターを務めています。左からが早めに前に出てプレッシャーをかけます。ちょっと滑りましたが、ここも川野は預けてゴール前に入っていく。あ、南葛ボール、真ん中に差し込んできます。ワンタッチ流した宮澤のパスから楠上のシュート、歩む粘る、こぼれ球楠上、ルンパルンパも粘りましたが宮澤が来た、横にさばいた、左はアラがいて左足狙った、石井は下げます。うまくキープして落としをもらった楠上、翔平のファール。なんでハンドルマンやの人、いや分かっ、あの技術は小さい選手見た方がいいと思います。対戦してもっと肌で感じて、肌で感じる、行こうと思ったらどこ行ってんのみたいな感じのタッチしてる。いやほんまに俺衝撃的だ、いやあれはこんなファーストタッチ差出るんだって思って、乾選手がゴッドって呼んでる、崇拝してたって、ね、噂はね、世界広いと思ったけど日本もまだまだやばい人いるな。いやいや上手い人めちゃくちゃいる。